はい、どうも、こんにちは。みつきです。ポケモンレジェンズアルセウスやっていきたいと思います。前回ね、静香さん進化しまして、今日はね、この静香さん手持ちに加えて一緒にやっていこうと思います。で、前回全然そのね、サブクエばっかりやってて、メインのイベントが進まなかったので、今日こそはね、進めていきたいのだけども、荒ぶり始めた森キング、バサギの手がかりを求め、巨木の戦場で菊井に会う。なんだけど、巨木の戦場っていうのがね、なかなかね、遠いんだよ。あのね、ここなの。ここに行けって今言われててね。このなんか高台ベースから行くといいぞみたいなね。前ここしかなかったから、キャンプが新たにできて、高台ベースのキャンプから行くといいぞって言われてんだけど、いや、目的地が遠い遠い。でもさ、ちょっとなんかね、この行くまでの道も今日はね、できればお見せしたいなと思って、とりあえずあそこのね、光ってるあそこの丸印が目的地なんですよ。あそこに向かって旅をしていきたいなって思うんだけどね。なんかね、寄り道たくさんしちゃってね、ダメなんだよね。で、どうしよっかなー。早速、あそこに不安っているからちょっと戦おうかしら。静香さんで。静香さん行け！でさ、このさ、レジェンドアルセウスびっくりすんのはさ、2対1が普通に存在する世界線なのすごいよね。あー、かわいい。お顔見せて。あー、かわいいね。かわいいね、静香さん。どうもごめんね、邪魔しちゃって。じゃ、早速技を見せてくださいよ。どうしよう。相性的には噛みつくだよね。いけー、噛みつくだ。静香、いけー。強いね。いいね。いいね、いいね。いいよ、いいよ。F1 ってさんね。ちょっとさ、力技見たいよね。静香さんのさ、そういうかっこいいとこ見せてよ。進化したし、いや、かっこいい。静香。いやー、いいね。なんか、使うとこじゃないけど、無駄に使ってしまう、この感じね。めっちゃいい。で、目的地があっちなんだよね。あそこまで遠いよね。でね、あっちまでね、その地図見てもらうとわかるんだけど、ここってなんかもう繋がってるところがもうなくて、ほぼほぼ川なんだけど、一箇所だけ通れるみたいなところが一箇所なのかな？なんか見つけたところ？あそこの、なんか川がさ、ジグザグになってるみたいな、川流れてるとこあるじゃん？で、あそこにさ、若干さ、なんか陸っぽくなってる一本道あると思うんだけど、確かね、あそこからね、向こうの大地に行けるんですよ。なのでね、そこまではちょっとね、カットしようかなって思います。いましたね。ここがさっき地図上上から見てた、なんかつながってるなっていうとこですね。でもちょっと一旦ね、そっちにね、キラキラ、ああ、キラキラした鉱石見つけたんとこだったんですよ。あー、ちょっとやめて。こいつ襲ってくるから、ムクバード。いけ、デンドスケ。ああ、ヤスラッシュ大丈夫？デンドスケ。大丈夫だったね。デンドスケにしててよかったな。相手に先制攻撃食らわせられるとさ、結構ドキッとするからね。いけ、雷の牙、当たらなかった。当たらないこともあるんだよね。ああ、デンノスケ大丈夫か？デンノスケ、頑張れ。頑張るんだ。雷の牙。当たれば一撃なんだけどな。ありがとね、デンノスケ。そして、秋風さん、キラキラを取ってくださいませ。ありがとう。かわいいね。かわいい。かわいい。かわいいよ。ちょっと体力回復しよっかな。すぐね、減っちゃうんだよね。でもね、すぐ傷薬で回復できるから、で、傷薬も全然作れる素材であるからさ、なんか余裕あっていいなって思う。で、ここね、ビッパめちゃくちゃいるんだよね。かわいいんだ。ね、ビッパ。ビッパかわいいね。じゃあ先に進もうか。こっからね、先に進めるんだけど、あ、出たぞ。あそこにね、親分ビーダルがいるんだよ。親分がね、いらっしゃって、こう、水に入ってるとしゃがめないんだよね。見つかる？見つかってない？まだ見つかってない？大丈夫？ 親分がいるんだよね。親分どうしよっかな。ちょっと、伝の助あたり先頭にしててみる？ちなみにレベルがね、16。まあまあだね。でもね、これね、実況撮ってない時に、ボール投げてさ、捕まってくれたんだよね。だからさ、捕まってくんねえかな。
できれば戦わないで捕まえたいんだけど。あ、ほら、捕まった、捕まった。親分もね、意外と捕まってくれるからね。まずボール投げてみて、で、捕まんなかったらバトルでいいかなって思ってる。そういうね、せこい戦い方、進み方をしていこうかなって思いますね。そこに鉱脈がある。なんかさ、鉱脈見つけるとさ、ついついさ、すぐなんか掘りたくなっちゃう人間だから。鉄のかけら、クロル玉石。いいね。鉄のかけら、スーパーボール作れるんだもんね。あ、そうだよ。スーパーボール作れるんだよね。クラフトキットで今もしかして作れる素材あるじゃん。あるじゃん。鉄のかけら。これ、じゃあもう4個作っちゃおう。一回スーパーボール持っておこう。いいね。スーパーボール。ちょっと捕まりやすくなるでしょ？ポーチ整理して、スーパーボールここか。さらにポケモン捕まえやすくなった。少し性能のいい不思議なボール。いいね。もし捕まんない時にはスーパーボール投げるのもありだよね。いけや、秋風さん、いけー。結構遠くまでね、行ってね、集めてくれるからね。かわいい。そして戻ってきてくれるから。で、目的地、あそこだね。170。目的地まで170くらいあるね。で、ここさ、ミミロルいるんだよね。超かわいいよね、ミミロル。なかなかね、逃げるんだよね。すぐ逃げちゃうからね、捕まえるの結構大変だったりする。あ、マユルドさんかな、この方は。えい、捕まってくださる？カラサリスかな、今の色的に。どうだ？あーあーああ、見つかっちゃった、見つかっちゃった。カラサリスだね。じゃあちょっと別の進化派生の進化先で攻撃してあげよう。どうしようかな。銀色の風とか行ってみる？いいね、一撃。秋風さん、頼りになりますな。いいですな、いいですな。いやー、かわいいよね。このさ、フィールド探索するのもすっごいすっごい楽しくてさ、めちゃくちゃワクワクしてしまう。で、あっちが目的地だね。でさ、コダックもいるんだよね。コダック。コダック。パーン！投げてしまおう。あ、間違った。こっちにも投げちゃおっかな。捕まってくれると嬉しいな、ミミロルちゃん。ほい。お、捕まってくれた、ミミロル。コダックも捕まってくれない？あ、捕まってくれた。いい子だね。めちゃくちゃいいですね。もうね、こんな感じでめちゃくちゃ満喫してる。あ、あそこにさ、揺れてる木がありますね。ちょうどいいや、お見せしよう。揺れてる木ね、あれね、ポケモンが飛び出してくるの。こうやって投げるじゃん。で、木の実をいつも通り取ってもらうじゃん。そうするとね、出てくるんだよ。あ、ミツハニーだった、ここ。かわいい。ミツハニーも出てくるんだ。ミツハニー、うわ、大丈夫か。なんか、ミノムッチとか、あとチェリムとかもね、出てくるんだよね。それがなんか面白くてさ、いけ、ヘドロ爆弾。一撃。いやー、アキカツさん強いね。フェリーラさんに技をね、教えていただいたからね。まあ、秋風さんにちょっと体力減ってきたな。ちょっと静かさんにしておこう。ね、コダック。あ、ダメだ。怒っちゃった。怒っちゃった。じゃあ戦おう。白目向くのかわいいな、コダック。どうしよっかな。じゃあね、ちょっと催眠術かけよっか。当たんなかった。当たんなかったか。当ててほしかったな。いや、もう一回催眠術やろう。できれば捕まってくれると嬉しいよね。水の波動。いいね。ちゃんと技打ってくるね。大丈夫？大丈夫かな？じゃあ、瞑想してみようか。瞑想はね、攻めの力と守りの力がどっちもアップするんだよね。で、今作のちょっと面白いなって思ったところは、これね、瞑想ってさ、いつもさ、積み技だったじゃないですか、いつもって言うとさ。でもさ、これさ、3ターン、攻撃特攻が上がって、防御特防が上がるみたいな。攻めの力が攻撃特攻どっちもあって、守りの力が防御の特防どっちもっていうのがなんか面白い判定だよね。で、ターン制で切れるっていうさ。だからこれさ、詰めないのかなって思ってるんだけど、どうなんだろう、詰めるのかな、その辺詳しい人を教えていただけると嬉しいなと思うんだけど、詰めないのかななんて思ったりしちゃうんだけど、どうなんじゃろうな。あ、倒しちゃった。
捕まえたいとか言っておいて倒してしまったね。どうしよっかなー、どうしよっかなー。ミロルさんもさ、でもさ、捕まえていきたいんだよね。動きが止まった瞬間に投げようかな。止まんないね。動き続けるね。あ、止まった。行け。あ、あそこに、向こうに鉱脈がワクワクしてる。あのワクワクした鉱脈もね、ポケモンが飛び出してくるんだよね。でもこの先にこのワクワクした木を先に揺らそうか。ミツハニーちゃん。どうも、こんにちは。びっくりさせてごめんね。で、やかったでいいかな。倒しちゃおっか。ね。ごめんね、ミツハニーさん。ごめんごめん。経験値になっていただこう。こんな感じでね、進めていってますね。さあ、行くんだ、スイレンさん。バトルをしよう。石粒邸が出てくるかな？あ、出てこなかった。場所が遠すぎたかな。遠く離れてるとね、なんか戦闘から離れたみたいな感じでね、戦闘をやめちゃうことがあるんだよね。遠くから投げすぎたかな、ボール。すごいね、ここ道みたいになってる。なんか、石像とかもすごいあるし。え、この先に、あるかな？なんかすごい、なんだこれ。なんか、ピカチュウみたいに見えなくもないけど、これ地図？地図なのかな？それともなんかやっぱりそういうマークなのかな？え、なんかすごいね。あ、でもこっち脇道あるじゃん。こういう脇道とか行きたくなっちゃうやつだよね。いや、でもな、話先に進めたいから、とりあえず話を聞こうか。君がもしかして、ヨネさんが言っていた、キクイさん？あ、男の人だった。俺は真珠団のキクイ、バサギリを世話するキャプテンだね。おう、読みつきってんだ、よろしくな。ズバリ、君はバサギリに会いに来たね。おう、なんで知ってるんだい？わかる、わかるのだよ。強くてかっこよいバサギリがさらに強くかっこよくなったからね。なるほど。なんかバサギリのことが大好きだから勝手に喋るみたいなこと言ってたけど。そういうことね。めっちゃ喋ってくれるじゃん。だけど合わせないね。なんで？今のバサギリは強すぎるからね。先日の雷はおそらく神王様の力、それを浴びて強くなったのだね。そこをなんとか会いたいですよ。ほら、私めちゃくちゃ強そうになってきたじゃないですか。なんと、君のバサギリへの熱い思い、キクイにも響いたね。この子の喋り方めちゃくちゃいいな。いずれにしろ、君の思いは無関係。カイさんからきつく言われてね、誰もバサギリには近づけないからね。あ、カイさんからきつく言われてるの？まあ、真珠団の多さだもんね。そうだよね。キングであるバサギリに誰も近づけさせないってことだ。キクイ自慢の相棒、ヌメラと共に追い払うからね。あ、ヌメラ！へぇー。あ、じゃあ、相手をさせていただきましょう。ムカムカするね。忠告で追い返そうとしているのに、理解できないとはね、悲しいね。そうですね。池ヌメラ、溶けろヌメラ、溶けるはやだな。え、溶けるって、どういう効果だっけ？え、でもこれの溶けるちょっと顔効果変わってたりとかする？あ、戦闘秋風さんだ。大丈夫。レベルは15か。あー、ヌメラ。ヌメラってドラゴン？ドラゴン単体？え、何が効くかわかんない。とりあえず鉄壁を使おうか。鉄壁が守りの力が上がるんだよね。4ターンアップするんだったっけな。溶けるは守りの力が強まる。あー、それはめんどくさい。それはめんどくさいけど、銀色の風をやろうかな。うまくいくとこっちの攻めの力も上がる。あ、オッケー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 。攻めと守りが強まる。あー、早技出してきたぞ。相手もそっか、使うんだね。どうよ。あ、でも全然効かないね。あ、2回攻撃してきた。あ、ちゃんと早技使ってるじゃん。急所も当たんの。やだな、それ。じゃあいいもん、こっちもやっちゃうもんねって言おうとしたら、そうだ、まだ力技とか早技とか解放してなかった、銀色の風。あ、普通の技で倒しちゃった。ごめん、なんか、ごめんね。ヌメラさんは見せ場やってくれたのに、なんかさらっとこっち、さらっと倒しちゃった。ごめんな、キクイ。なんたる。ごめん、ほんとごめんよ。ちゃんとした技で倒せばよかったよ。ごめんね。
負けたけれど忠告の続き。今はあってはいけないね。バサギリは本当に危ない。近づくとガンガン殴りかかってきてね。ガンガン殴りかかってくる。怖いな。いつもならお供え物。二つの好物をバサギリにあげれば嬉しそうに食べて落ち着くのにさ。あ、お供え物とかなんかお話に出てたね。キャプテンの俺ですら好物をあげたくても暴れ回るバサギリに近づけないからね。あ、それめちゃくちゃ悲しいね。なんかその役目をさ、受けててさ、その、いつもはちゃんとできてるのにさ、いつものことをやってもどうにもなんなくて、どうにかしたいって思ってるのに、なんともできない歯がゆさ。あ、キクイさんめちゃくちゃ辛いね、今この人の立場。よそ者の君には無理な話だね。まあ、無理と思いたいですよね。あ、カイさんじゃないですか。真珠団の王さ。バサギリや怪ししの先祖は、神王様より力を授かり、ポケモンや人を守ったとされている。私たち真珠団も恩恵を受け、翡翠で生きているからね。カイさんどうもこんにちは。どうにかしていただけないですか？私会いたいです。バサギリが強くなったというが、あれでは厄介者だよ。雷を浴びせたとしたら、偽りの神王様ではないのか？まあ確かにね、そんな土地を荒らすためにね、神王様がそんなことするわけないと、神王様を信仰しているカイさんからするとそう、なるよな。偽りの神王様。金剛団が崇める偽りの、あーなるほどね。金剛団とはまたなんか別の神をなんか、なんかね、あーなんて言うんだっけ。つかさどってるじゃなくて、崇めるだっけ、崇めてるみたいな、そういうこと。バサギリは私たち、新時代にとって大事なポケモン。よそ者に任せるのではなく、私たちで何とかしたい。その気持ちもね、わかるはわかるけど、カイさん大丈夫？私強いよ。私にはなんか任せた方が落ち着くんじゃない？大丈夫？そう考えてはいるが、荒ぶるバサギリは一刻も早く沈めねば。襲われる人やポケモンが増えれば、金剛団や銀河団とも揉める。まあね、真珠団の管轄するものですもんね。キングだもんね。うん、なんとか、真珠団がなんとかしないと。おい、空から落ちてきたやつ、銀河団であればなんとかできるのかね。お、この子は話がわかる子だ。なんとかしますよ。して差し上げましょう、私が。自信満々だから、ミツキは。わかった。バサギリの好物は、キクイと私で用意する。お前は広い翡翠を駆け回っても、なんとか解決法を見つけてほしい。オッケー、なんとかしてあげよう。これ以上ね、人もポケモンも傷つくの嫌だからね。あ、アルセスフォンが、また不思議な力で不思議な力で、一瞬でベースキャンプまで移動できます。そうね、これね、アルセスフォンの地図画面で、X ボタンを押すと、ベースキャンプへすぐ移動できます。あ、ありがとうございます。割とその移動術使ってたわ、もう。ごめんな。なんか、適当にいろいろやってるとさ、分かっちまうんだな。ゲーム慣れてるからさ。バサギリが嫌われたままで良いわけはないのだから。そうだよ、そうだよ。バサギリさんはちゃんとしたキングなんだろ？ちゃんとしたキングとして、みんなに認めてもらえるバサギリに戻してあげようぜ。強いままでいいのに。でも、カイさんを困らせるのもね、まあ、強いだけがね、正義じゃないから。優しさこそが強さだから、ちゃんとみんなを守れる強さを持って、みんなに慕われたバサギリで、いさせてあげよう。ここって、最後の決戦場みたいになるのかな？もしかしたら、ここが。ここが戦闘フィールドになる感じですかね。じゃあ、これは、次は何をしたらいいんだろう？アルセウスフォン。任務リスト、森。これは、ベースキャンプにラベン博士に、あ、ラベン博士に現状をお伝えするのね。あ、じゃあ一瞬でじゃあ戻ろっか。え、どこに戻ればいいんだ？原野ベースでいいのかな？ラベン博士、こんな状況らしいです。みつきくん、バサギリの調査は順調だったりしますか？まあこんな感じっすよ。なるほどです。バサギリは鉱物を食べておとなしくなると。研究室にて支援するとしましょう。みつきくんも来てください。はい、行きましょう。あ、全然捕まってないけど報告だね。オッケー。でも親分捕まえたからね、報酬はまあまあもらえたんじゃない？ポーチのさ、拡張がめっちゃ金かかるからさ、もうバカみてえに金が欲しい。今回は全然上がんないっしょ。うん。あ、でも段位ランクもまあまあすぐ上がりそうだな、また遊んじゃったら。
団員ランクだけね、バカみたいに上がっちゃうんだよね。困っちゃったね。てるくん、なんか久しぶりに見た気がする。てるくん、どうもこんにちは。みつきくんが新序団のカイさんやキクイくんから得た情報によると、荒ぶるバサギリですが、二つの鉱物を食べると落ち着いていたとのことです。その二つの鉱物って何なんでしょうね。二つの鉱物の組み合わせによって生まれる香りか成分がバサギリ落ち着かせる、沈める効果を発揮するのでは？あ、なるほど、そういう、確かにそうかもしれないね。ですが、荒ぶるバサギリにはいつも世話をしているキャプテンですら近づけないと。試案しますので、しばらく時間をください。もうバトルでちょっと弱らせるしかないんじゃない？大丈夫？集めた資料の中に何か手がかりがあるはずです。博士、すげえちゃんと博士らしいことしてる。博士が博士らしいことしてるのなんか初めて見た気がする。でも本の背表紙見て何かわかる？大丈夫？博士。背表紙の中から、あ、なんかてるくんとみつきちゃんなんか話してる。え、かわいいね。ひらめきました。本の背表紙を見て何をひらめいたんですか？博士。投げるのです。みつきくんは投げる才能に優れていますから、バサギリの鉱物を投げつけるのです。もうちょっと詳しく話聞こうか。うん、詳しく。モンスターボールを作る技術で2つの鉱物を玉にするのです。沈める効果の玉。名付けるならリラックス玉ですかね。リラックス玉。ラベン玉にすればいいのに。ラベン博士が考案したからラベン玉。ちょっと、ラベン玉、ちょっとやだな。そのネーミングですと、僕が投げられることになるのです。そうだね、ラベン博士を投げつけるわ。うん。ちなみに二つの鉱物は、新序団が用意してくださるのですね。そうです、そうです。そうらしいですよ。みつき、新序団に知らしめるため、知らしめるじゃない。ちょっとダメだ。新序団に知らせるため、巨木の戦場に戻るとするか。なんか、ちょっと、こっちの、なんか戦闘意欲が高すぎてちょっとダメだったわ。高台ベースに向かうのがいいですね。オッケーです。聞くテスト協力的リラックス玉、ハテナを作る。オッケー。じゃあ次はそこから、あ、でもまだ行けそうな時間かな。じゃあちょっと、また高台ベースに行くか。行ったり来たりだな。拡張おじさん。ポーチ拡張おじさん。高えんだよな。ちょっと今のお金は温存しておこう。あれは、ヨネさんでは？ヨネさん、ヨネさんじゃないですか、ヨネさん。どうもどうも、こんにちは。銀河団本部、大した建物だよね。すごいでしょう。地下1階まであるんですよ。よう、あんたにいい知らせさ。説明も煩わしいからさ、高台ベースってところに行くよ。オッケー。どうした？何の報告があるんだろう。ちょっと道具箱をチェックしたかったんだけど、まあまあまあいいや。このキャンプにもあるからね。あ、関さんじゃないですか。あ、怪しさんじゃないですか。お久しぶりです。救援、ありがとう。怪しに語ったのよ。みつきってやつが荒ぶるバサギルを沈めるために、原野を駆け回ってる。しかもそいつは混合団でも真珠団でもない、時空の裂け目から落ちてきた迷い人なのによってな。そうしたらご覧の通りよ。協力してくれるの？アイシスさん、めちゃくちゃ嬉しい。とか、関さんありがとう。そんななんか、相談してくれたんだな、アイシス様に。え、ありがとう。ありがたいだろう。本当はありがたいですよ。アイシスはあんたを認めたんだ。だったらよ、笛を渡すべきだよな。笛？よね、頼んだぜ。え、なになになに？笛？大事なことを教えるからよ、耳を澄ませて聞きな。はい。反応してる。ヨネが鳴らしたのは、神なぎの笛。怪しいを呼び寄せ、乗せてもらうための大事なもの。呼び寄せて、乗っていいんですか？お背中に。神王様から授かったと伝わる、神なぎの笛、あんたに譲るぜ。ありがとうございます。いいの？そんな、大事なものを？そんな、なんかよそ者みたいな私に託していいの？関さん、ありがとう。めっちゃ信用してくれてる。すごい嬉しい。頑張るわ。特別なポケモンを呼び出し、乗せてもらうことができる笛。不思議な音色を奏でる。この音色ね、実はゲーム開いてさ、
なんか読み込むっていうか、その始める時の画面で聞ける音なんだよね。この音だったんだって今思ってますね。いいんだよ、俺には笛の才能がねえから。関さん、いいの？今の旋律あんたも奏でるんだよ。ヨネさん、もっと教えて。え、私にも吹けるかな。みつきちゃん、いける？いける。楽器の才能もあるこの子、やば。何でもできるじゃんこの子、超天才美少女。あやししはみつきの旋律を心に刻み込んだ。あ、ありがとう、あやしし様。あやしし様、それは？あやししから不思議なプレートを受け取った。不思議なプレート、何？口元だけ笑ってるみつきちゃん、すっげーイケメンなんだけど、超かっこいいな。エスパーのタイプの石板、あるポケモンに使うとエスパーの力を得る。あるポケモンとは？さあ、カミナギの笛を吹き、アイシス様と駆け回りな。巨木の戦場にいるバサギリを沈めるんだよね。アイシスと失踪すれば、原野のどこに行くのもあっという間よ。え、めっちゃ移動時間かかってたの今まで。え、すごい嬉しい。アイシス様に乗せていただける？やったー！ライトポケモンアイシスを呼び出し、失踪ができるようになった。ライト、ポケモンライド。プラスボタンでライトポケモンを呼び出し、ポケモンの力を借りることができます。ライド中も野生ポケモンの攻撃や高い場所からの落下には注意しましょう。あ、攻撃は受けるんだ。で、落下もしちゃうのね。オッケー、わかった。気をつけます。すごー。あ、ほんとだ。ライドポケモン、うわー、呼び出したー。一瞬で出てきたー。あ、ちゃんと乗るとこついてる。あ、あやしし様ー。あやしし様、ありがとう。なんかさ、お面つけてるとさ、すごいなんか、もののけ姫感あるね。なんか。もののけ姫感ない。いや、すごいすごいすごい。ポケモンと一緒に風船何、風船割り？調査隊の君、ポケモンに乗って草原を駆け抜けられるそうだね。はい、なんかそうなったようです。よかったらおじさんが考え出した風船割りをしてみない？風船割り？ポケモンに乗って風船ちゃんを割った数を競う簡単な遊びでね、風船ちゃんって呼んでるので、風船のこと。かわいいね。まずは17個以上風船ちゃんを割ってみよう。17個以上、なんか微妙な数だけど。おじさんはここにいるから、風船割りがしたいときは声かけてくれ。風船割り？そんなのがあるんだ。面白。制限時間内に17個風船割る。ちょっとこれ楽しそうだけど、じゃあこれさ、ちょっと次回にしようかな。次回ちょっと風船割りをやって、ちょっとバサギリのことをやるみたいな。ちょっと結局バサギリに会いに行けなかったね。なんか話進んでさ、進んだけど、まだまだバサギリにはちょっと会えなそうだね。弾を作ってもらって、バサギリと決戦っていう感じになるのかな。いや、面白そうだね。じゃあちょっと、最後、アイシス様、アイシス様に乗ってちょっとじゃあ終わりにしよっか。いや、いいね、いいね。これってさ、こういうとこって登れたりとかは、あ、こういうのはしないね。あ、B とかで走ってくれるんだ、ちょっと。いろいろそういうのがあるんだ。なるほど。じゃあちょっとじゃあ、今回はこの怪しし様と一緒に終わろっか。あ、せっかくだし、あそこの上で登れんのかな？ちょっとあそこの上登ってさ、怪しし様とさ、なんかその崖の上でさ、やりたい。これ？あ、ちゃんと物も集められるね。あ、登れなさそう。落ちちゃいそう。めっちゃ落ちそう。怖いね。そこの上登って本当は終わりにしたかったけど、ちょっと、それはできなさそうですね。じゃあ今回は怪しし様に乗ってここで終わりにしましょうか。じゃあこれからよろしくお願いします、怪しし様。ではここまで見てくださってありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。みつきでした。